2022年1月4日午後12時51分頃、韓国空軍所属の F-35A ライトニング2が、韓国中西南道瑞山にある瑞山戦闘飛行場に緊急着陸を行ったことを、みんなは知っているかな。飛行中にトラブルが発生し、ランディングギアが故障。飛行場の滑走路に胴体着陸を行ったんだよな。そうそう。この事故について、ようやく事故の原因が判明したとのことで、韓国空軍より事故原因についての説明があったんだ。しかし、その原因とされる部分の内容について、あちこちより疑問の声が上がっているみたい。韓国は何にしてもずさんさが目立つからね。ものづくりも言いがかりも言い訳も、全部いい加減な印象だよ。まあ、まずは、韓国の中央日報及びハンヨレ新聞が報じた。2022年3月3日に韓国空軍が公式発表した事故原因から確認してみようか。ということで、今回は韓国空軍 F-35A ライトニング2胴体着陸事故について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国空軍は、今回の胴体着陸事故に至った原因について、飛行中の F-35A ライトニング2に鳥が衝突する、バードストライクと呼ばれる事象が原因であるとしたみたい。記事によると、事故機は、空対地ミサイルの射撃訓練を実施するために西州基地を離陸した後、時速 900km で射撃地点へと最終侵入を行う直前、高度 330m 付近で機体左側のエアインテーク空気取り入り口に、体重 10kg にもなる大型猛禽類のハゲワシが侵入し、エアインテークに飛び込んだハゲワシは、エアインテーク内部でウェポンベイ機内弾薬庫との隔壁を破壊して、ウェポンベイ内部にまで入り込み、ウェポンベイ内部に設置されていたランディングギア着陸装置の作動系油圧パイプや電源ケーブルなどを、破壊したために操縦系統の不調やランディングギアの動作不良を起こしたとしているよ。韓国空軍は、今回の事故で機体そのものの整備不良や欠陥、パイロットの操縦ミスについてはなかったとしており、バートストライクの危険性について空軍内で周知徹底を図ることで、F-35A の飛行を再開するとの見解を発表したんだ。また、F-35A の開発元であるロッキード・マーティン社に対しては、エアインテークに鳥類が侵入するバードストライク対策として、たとえバードストライクが発生した場合でもランディングギアが正常に作動するよう、ランディングギアの動作系統を二重にするなどの対策が行えないか、同社と協議する見通しであると記事では報じているんだって。これらの調査結果について、その内容の信憑性について疑問の声が、日本のネット上では多く上がっているようだな。うんうん。まず、最も指摘が多かった部分として、記事の中で、今回のバードストライクが発生した際、機体が受けた衝撃の強さについて、空軍関係者の発言として搭載する燃料を含めて20トンを超える機体が、空中で 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃度合いは、約30トン相当にも上るとの説明がなされたとしているんだけど、この説明がそもそも適切ではないとの声が多く上がったみたい。その声の中身としては、飛行中の航空機に鳥類が衝突した際の衝撃について説明するのであれば、時速 900km で飛行する機体に重量 10kg の鳥類が衝突したという説明で良いところを、機体重量とハゲワシの重量を対比して説明する手法は意味が不明すぎるというものであり、その見解に賛同する意見も多く見られたんだって。確かに衝突時の飛行中の機体への衝突の大きさを説明する際に飛行速度を取り上げないのは、甚だ不見識であると言わざるを得ないよな。さらに多く上がった声として、時速 900km で飛行する航空機に重さ 10kg のハゲワシが衝突した際に、機体が大きく損傷することは容易に想像できるが、F-35A のランディングギアはウェポンベイのさらに後方外側に設置されており、たとえハゲワシがウェポンベイ内部にまで侵入したとしても、ウェポンベイ内部を通り越してランディングギアにまで到達して破壊できるとは思えないとの意見だね。また、この意見に付け加えて、胴体着陸した際の事故機の写真を確認すると、主翼下のランディングギアについては左右ともに問題なく作動しており、今回の事故で動作不良になったのは機首側のランディングギアである。今回のバードストライクの説明で、機首側のランディングギアが動作不良になるとは考えづらく、単純に整備不良が原因なのではないかとの見解を示しており、これには、韓国空軍の隠蔽体質や虚言癖についての批判が殺到していたってわけ。また、朝鮮日報の記事の中で、空軍関係者の話として登場していた空対地ミサイルの射撃訓練を実施するために西州基地を離陸した後、時速 900km で射撃地点へと最終侵入を行う直前、高度330m付近で機体左側のエアインテーク空気取り入り口に、体重 10kg にもなる大型猛禽類のハゲワシが侵入との説明に対して、
空対地ミサイルによる射撃訓練直前の状況であれば、ウェポンベイ内部には発射予定の空対地ミサイルが格納されていたはずであり、機体内部に侵入したハゲワシは、ウェポンベイ内部に格納されていた空対地ミサイルも破壊しなければ、そのさらに後方に位置するランディングギアの装置を破壊することは難しく、それでもハゲワシが凄まじい衝撃によりウェポンベイ内部を破壊したのであれば、ウェポンベイの開閉も行えず、主翼下のランディングギアも動作できなくなっているだろう。そうであれば、ミサイルの発射体制に入っていたであろう機体は、ウェポンベイを開け放った状態でバードストライクに遭遇したのであろうから、胴体着陸の際にウェポンベイは開け放たれた状態で、ミサイルを滑走路にすりつけかねないような体制で胴体着陸を行わないといけない状況になっていただろう。そんな危険な着陸を強行するなどありえず、普通は海上に着水させ、パイロットは緊急脱出させる、と詳細に分析する人物も登場し、日本のネット上では、韓国空軍の公式見解は全く当てにならない、信憑性の著しく低いものであるとの意見が大勢を占めるに至っているんだよね。確かに今回の事故で、事故直後に韓国のカクマスメディアによる報道では、飛行訓練中の F-35A が航空電子系のトラブルで降着装置が故障、中南随山市にある第20戦闘飛行団の滑走路上に胴体着陸したと報じており、バードストライクが発生したことなどは一言も触れられていないぜ。むしろ、機体の内的要因によるトラブルが原因との見方がなされており、韓国空軍の整備不良やパイロットの操縦ミスを疑うような状況だな。韓国空軍の立場であれば、自軍のミスが原因であると疑われるような状況なんだから、事故原因がバードストライクなのであれば、早期に事故原因の概要だけでも発表すべきところだけど、実際には事故原因がバードストライクであると公式発表をしたのは、事故発生から2ヶ月も経ってからだからね。さらに事故の原因とされているハゲワシについても、重量が約 10kg とされているが、時速 900km で衝突したハゲワシは粉々に砕けていただろうから、重量の推定は困難な状況であろうとは容易に想像できるが、それも約 10kg と明確に重量を示しているよな。うんうん。これらの状況から、韓国空軍が今回発表した事故原因については、総じて不自然な点が多く、韓国特有の隠蔽体質がもたらした下手な捜索なのではないかとする意見が、日本のネット上では多くを占めているよ。このように過ちを認めない姿勢は、韓国への内外からの信用を著しく失わせるものであると、いい加減韓国は気づくべきだよね。さて、今回、胴体着陸した韓国空軍の F-35A だけど、韓国国内には F-35A の重整備や修理を行う施設がないため、国外の施設で修理を行う必要があるよ。F-35A は、世界各国で多数の機体が導入されている影響で、開発国である米国だけではなく、全世界に多数の製造拠点が設置されているんだ。製造拠点としては、米国テキサス州にあるロッキード・マーティン社フォートワース工場のほか、イタリアのカーメリと日本の愛知県名古屋市近郊に FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトと呼ばれる、最終組み立て検査施設が設置してあるよ。そして、機密性の高いステルス性能ほか、各種性能の維持やブラックボックス部分の管理、メンテナンス、オーバーホールなどの作業を行う MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードと呼ばれる国際整備拠点が、米国本国の他にイタリア、日本、オーストラリアに設置されているんだ。これらの施設がない韓国は、F-35A の日常的な軽度の整備が行えるのみであり、今回のような大事故に伴う重整備は行えないってわけ。そして、アジアで運用される F-35A の整備拠点は日本にある三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場なんだけど、三菱重工を先端企業として提訴し、日本を仮想敵国としている韓国が、日本に自国の F-35A の整備を依頼するなど、彼らの無駄に高いプライドが許容するはずもなく、今回は遥か遠く南半球のオーストラリアまで運び、そこで修理を行うことになるようだね。今後、韓国は F-35A の機体アップグレードや重整備は遠くオーストラリアで実施することになるようだが、そのような遠方の国に整備を依頼するとなれば、機体の稼働率が著しく低下するのは自明の理だよな。韓国にとって簡単に修理ができない機体である F-35A を適切に運用できるのか、事故が多発しないのか、懸念の声も多く上がっているが、韓国は兵器の共食い運用が得意だから、部品取りに F-35A を数機分解してしまうかもしれないな。ただし、F-35A は機密度の高い機体だから、米国の許可なく勝手に分解してしまうと、下手をすれば F-35A の運用そのものが韓国ではできなくなってしまうかもしれないよ。その時、韓国お得意のファピョンを発症しないか、軍師危うきに近寄らず、という言葉もあるからね。
無駄な労力を使わないためにも日本は韓国に関わらないようにしておくべきだと思うな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。韓国開発のステルス戦闘機 KF-21 ポラメについて、みんなはもう知っているかな？韓国発のステルス機なんて全然期待していないけど、どんなものかは気になるよね。そんな KF-21 ポラメの性能が明らかになってきたみたいだよ。韓国は情報の盗用から、製造のずさんさ、整備のいい加減さにわたって、いい噂は全く聞かないからな。F-35A 戦闘機なんかの情報を盗んでないといいがな。あとはきちんと飛ぶかどうかだよね。一応6月には飛行テストも行われるみたいだよ。さて、今回はこの KF-21 戦闘機ポラメを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国が国産戦闘機と銘打って、韓国航空宇宙産業会が開発を進めている KF-21 ポラメについて、韓国の中央日報電子版が北東アジア最強の潜在力を持つとした記事を公表しているよ。それによると KF-21 については、世界最強のステルス戦闘機とされるアメリカ空軍の F-22 ラプターと似ているとし、韓国空軍で未だ1970年代の F-4 ファントムや、F-5 タイガー韓国用は KF-5E、F タイガー2などの第3世代ジェット戦闘機を運用しているんだけど、それらに加えて第4世代の F-16 ファイティングファルコン韓国用は KF-16 とも交代させる見通しとしているようだね。この記事が正確なものであるとするならば、KF-21 は現時点で2026年6月から配備を開始する予定とされているため、韓国空軍は F-22 と同じ第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めながら、F-4 や F-5 の運用を続けていくことになり、つい先日死亡墜落事故を起こした KF-5 をこの先5年以上も現役として飛行させるつもりであるってことになるよね。どうするかはわからないけれど、中央日報の記事では、KF-21 には国内開発の、AESA 能動型電子操作アレイレーダー、EOTOP 光学追跡装置、IRST 赤外線追跡装置、EW スーツ統合電子線装置システムを搭載するとして、韓国の国防科学研究所 ADD が開発、ハンファシステムズ社が製造した、AESA は、中国やロシア製のレーダーと比べて性能が優れているとしているんだって。比較して自分たちの方が優れているっていうのは、韓国の常套句だよね。その話も眉唾ものだけど、ハンファシステムズ社は、イスラエルのエルタシステムズ社の支援によって、AESA レーダーのハードウェアを完成させたとされており、完成後にイタリアのレオナルド社の技術支援を受けて、フライトテストベッドのボーイング737に搭載されて実施されたとされ、今後は同様に737を用いたレーダー試験が韓国国内で予定されているとしているんだ。AESA、電子光学追跡装備、赤外線捜索追跡装置、統合電子線装置に関して、韓国は2015年頃アメリカにこれらの技術支援を申し込んだんだけど、以前アメリカから導入した F-15K において、禁じられていたブラックボックスのうちの一つである、暗視装置を分解したことがアメリカ側に発覚しただけでなく、対艦ミサイル、多連装ロケットシステム、戦車関連技術などアメリカから導入した兵器から数十種類の技術を無断で盗んでおり、そのため技術移転を拒否されたと見られているよ。そのためかヨーロッパ諸国の有力戦闘機メーカーにおいても韓国からの技術支援要請が拒否されているなどの報道が伝わっていて、韓国国内では防衛事業庁の責任問題に発展していたんだって。AESA 能動型電子操作アレイレーダーとはいわゆる火器管制用のアクティブフェイズドアレイレーダーのことだな。アメリカではノースロップグラマン社製で F-35 に搭載されている AN、APG-81、そして F-A18E、F スーパーホーネット搭載のレイセオン社が開発した AN、APG-79 などが短距離ルックアップモード 150km の性能で、F-22 に搭載されているノースロップグラマン社とレイセオン社が開発した AN、APG-77 では短距離 250km とされているぜ。日本では1980年代から1990年代に短距離110km の J、APG-1 を開発しているんだけど、これは初めて量産機 F-2 戦闘機に搭載された AESA であり、現在は技術研究本部においてさらに小型化と、短距離百数十キロメートルへの延伸を目指す J、APG-2 の開発が進められているよ。そして、中国では2000年に KLJ-7 と呼ばれる AESA を実用化しており、
これの探知距離は 110km で現在はより高性能な KLJ7V2 が製造されているとされ、ロシアにおいては最新鋭の第5世代ステルス戦闘機スホイ57に搭載されている N36 ベルカと呼ばれる高性能、英サでは探知距離 400km とされているんだ。これまで、英サを自国で開発したことのない韓国製レーダーは、これらよりも高性能であるとされているらしいけど、2019年9月27日の中央日報日本語版では探知距離は 110km 以上と報じていて、2022年2月から実施が予定されている性能テストの結果が気になるところだよね。どうせ大したことないんだろうけど、他の光学追跡装置、赤外線追跡装置、統合電子線装置については、防衛事業庁では韓国で生産した経験があるとして国内開発が可能としているけど、進捗状況などについては何も情報が伝わってはいない状況だよ。また、2020年2月にハンファシステムズ社が KF-21 に地形追証、地形回避システム TF、TA を組み込むために、イスラエルのエルビットシステムズ社と契約。これにより視界が悪い悪天候でも低高度において安全に飛行及び操縦できるようになるほか、敵の領土内でもレーダーに検知されずに行動することができるようになったと発表しているんだけど、これによって2019年9月時点で発表された国産化率 65% という数字がさらに低下すると見られているよ。国産化率においては何よりもエンジンをアメリカのゼネラルエレクトリック社グループの GE アビエーション社製の F414GE400 エンジンを導入することが決まっているため、純粋な国産戦闘機とはならないことが決定しているし、今更何パーセントになろうと問題はないんだろうけど、機体を構成する様々な部品が外国製品では、製造価格やメンテナンス費用が高騰する恐れがあるとされているね。そして、中央日報の配信記事では KF-21 のステルス性能について触れ、海波レーダーに探知される面積 RCS の解析及び試験で航空機の形状を最適化した。低飛探知性を達成するために各2個の垂直及び水平尾翼、ひし形状の主翼と空気吸入口などをステルス戦闘機形状に設計したとしているよ。しかし、中央日報では先の配信記事と同じ日付の別の配信記事で、2021年4月の出庫式後に分解され謎を呼んでいた試作1号機が再び組み立てられ、12月29日に2階の格納庫から引き出されてお披露目されたニュースを伝えているんだけど、こちらには機体の形状変更が行われたとは書かれておらず、階段話の信憑性が疑われているんだ。さらにステルスに必須の内部武装クラも必要に応じて製造できるよう準備したと海側が語ったとしているが、これは裏を返せば現状ではウェポンベイ内部武装クラがなく、ミサイルなどは翼下など外部に装着することになりステルス性能は格段に落ちるということなんだよ。そして防衛事業庁関係者団として現況でも F-A18 より RCS は小さいと紹介した上で、KF-21 の RCS は1平方メートルより小さく、一般的にステルス機能があるとみなされるので純ステルス機だと主張しているんだけど、その RCS はユーロファイタータイフーンと同程度の 0.5 平方メートルと言われているよ。この中央日報の論理では、第 4.5 世代とされるユーロファイタータイフーンもステルス機となり、日本の F2 戦闘機も RCS が 0.9 平方メートルなので純ステルス戦闘機と言えることになると指摘する声があるのも確かだな。その他2021年8月13日に、韓国の東亜日報がレーダー波などの電波を吸収する塗料が開発されたと報じていて、KF-21 の試作機に使用して検証するとされているんだけど、どんな戦闘機でもステルス機にしてしまう画期的な塗料を、なぜすぐに現有機で試験を実施しないのかと怪しむ声も多いんだ。KF-21 の開発に関してはまだまだ他にたくさんの不可思議な報道が韓国から発信されていて、何が真実やら判断がつかない状況であり、実機が飛行したとの報道がない限りは共同開発のインドネシアからも評価されることはないであろうと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは俺の雑学の時間だよ。待ってました。おいおい、そんなに怒るなよ。前回の約束だろ。わかってるよ、怒ってないよ。今回だけだからな。なら雑学に入るよ。子供から大人まで愛される、イクラについてだよ。みんなはイクラは好きかな？僕は大好きだよ。俺も好きだー。そんなイクラの天然のものと人工のものを、見分ける方法を知っているかな？わかんないや。なら説明していくよ。その方法は、イクラをお湯に入れるだけだぜ。え、そんなのでわかるの？わかっちゃうんだな。お湯に入れたイクラに変化がなければ、人工のイクラで、天然のイクラの場合は白く変化するらしいんだ。
今度回転寿司に行った時にしてみてもいいと思うぜ。へえ、試してみよう。僕の中の知識が知りたいと言っている豆知識博士のお前でもこのネタは知らなかったようだな。違うもん、他のネタ用意して譲っただけだもん。っていうかあいつはどこに行った？話そらしやがったなこいつ。と、まあ今回の雑学はこれで終わりだぜ。みんなも、試してみてね。また次の動画で会おうね。バイバイ。それにしても何してたんだよ。あ、僕？いくらの話してお腹空いたからイラク料理食べてきた。全然関係ないし、そもそもイラクまで行くなよバカ。何言ってんの？似てるじゃないイクラとイラク。もう自由すぎる。それじゃあまたね。どこかで聞いた話だけど、有能な敵よりも無能な味方の方が自分の足を引っ張るっていうよね。まあ一理あるよな。内側に利敵がいるってのらひょっとする話だぜ。基本的に味方は味方として認識して作戦を組んでいくもんね。その前提が覆っちゃうってことがどれだけ恐ろしいことなのかは想像に難くないもん。誰とは言わないけどいい加減にしてほしいよね。まあその辺も含めて、今回は北朝鮮の瀬取り監視に11月からニュージーランド空軍が参加したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも瀬取りってなんぞや？ってなるよね。まずはじめに瀬取りとは港湾を介さず洋上で船舶から船舶へ荷物を積み替えることであり、一般的には貨物船から橋家に移すようなことを指し、国連安保理決議によって経済制裁を課されている北朝鮮はこれに違反し、石油などを東シナ海や日本海などで他国船籍の船舶から自国の船舶に移し替えることで、隠れて密輸を繰り返していることが国際問題となっているんだ。ふむふむ。じゃあ橋家は？橋家とは河川や運河などの内陸水路や通常や港湾内で重い貨物を積んで、航行するために作られている平底の船舶のことだな。北朝鮮が橋家を使って東シナ海や日本海などで違法に実施している瀬取りは、核及び弾道ミサイル開発を止めない北朝鮮への制裁措置として国連安保理決議で禁止されており、警告を無視する現状において国連加盟各国が監視を強化しているよ。最近では瀬取りを禁止させるため、2021年10月から11月上旬までの予定でフランス空軍の海上哨戒機、ファルコン 20G とカナダ空軍の対戦哨戒機海洋監視機 CP140 オーロラが派遣されていたが、これに続いて今度はニュージーランド空軍から対戦哨戒機 P3K2 オライオンが1月上旬から下旬まで派遣されることが決定したんだ。実はニュージーランド空軍の哨戒機が派遣されるのは2018年9月、2019年10月、2020年10月、2021年4月から5月に続いて5度目となっており、同空軍のターボロップエンジンが4機搭載されたプロペラ機の P3 対戦哨戒機オライオンで、その運用開始からすでに60年以上経過しているが、今でも世界で運用されているほど信頼が高いぜ。双発ジェットエンジンのボーイング社の P8 ポセイドンや自衛隊では国産の P1 哨戒機に変わりつつある中で、ニュージーランド空軍の P3K2 はグラスコックピットが採用されるなど近代化が進んでいる機体となっているよ。この北朝鮮の瀬取り監視にあたっては、これまでもアメリカやオーストラリア空軍の P8A ポセイドンなども参加しており、いずれも沖縄本島にある米空軍の嘉手納基地を活動拠点にしていて、この海上監視哨戒活動には海上自衛隊や海上保安庁も任務を担っているんだ。2000年代後半から北朝鮮は核実験や弾道ミサイルの発射実験を行っており、それに対し国連安保理事会からは11回も決議が採択され、石油や軍事関連物資などを禁輸する経済制裁が2021年現在も継続されている状態なんだよね。この監視体制の中、北朝鮮が発見されにくい洋上での瀬取りで石油などを密輸しており、経済制裁の効果が出ておらず、国連加盟国は海上哨戒機や海軍艦艇、警備艇などで監視を強化しているが、2021年になった現在でも一向に収まる気配は見られないな。この北朝鮮の瀬取り監視活動参加国は、日本、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、韓国であるが、監視に従事する艦艇が、台湾海峡を通過して移動することが頻繁にあり、このことで東シナ海や南シナ海における中国の海洋進出への牽制としての、航行の自由作戦を副次的な目的として行われているんだ。日本では海上自衛隊、海上保安庁が日本海や東シナ海における監視活動を行っているが、重点監視対象の東シナ海においては、
ほぼ毎日のように中国海警局艦艇の尖閣諸島進出対応も実施しており、手薄になりがちな東シナ海中央部は瀬取り銀座とも呼ばれるほど瀬取りが横行しているんだよね。ほんと中国は迷惑だよね。むしろ二国が共謀しているんじゃないかとも勘ぐってしまうよ。2018年の1月から5月の間に北朝鮮は20隻以上の船舶によって延べ回数89回以上にわたって瀬取りを行っており、決議で制限された以上の石油を密輸したとされ、アメリカ政府は国連安保理に北朝鮮に密輸を企てる黒幕として、中国とロシアの企業が関連していることを報告しているね。2018年5月3日には東シナ海の公海上で韓国船籍のタンカーが北朝鮮船籍のタンカーに横付けしている様子が確認され、韓国が瀬取りに関与していることが疑われているんだ。監視活動参加国に韓国の名前が挙がっていて不信感はあったけど、やっぱりって感じだね。この時の韓国政府は否定したが、韓国の各港で北朝鮮産の石炭搬入を確認されているため、アメリカ政府が7月に韓国政府とムンジェイン大統領に対して、北朝鮮の石炭を輸入することは制裁決議に反する行為だと警告しているよ。警告後の韓国船舶が北朝鮮船舶との間で瀬取りを行っていることが相次いで確認されており、韓国の輸入業者3社が2017年4月から10月にかけての半年間で北朝鮮の石炭や鉄鉱石など、約3万5000トンをロシア国内で積み替えて産地偽装を行って韓国に輸入したことも発覚しているぜ。もう確定で黒じゃんこんなの。ウィールストリートジャーナルは韓国が国家ぐるみで制裁違反を容認しているか、あるいはむしろ奨励している可能性があるとし、証拠は明白ではないが禁輸していないことは明らかであるとした上で、韓国が国際的な制裁を十分に遵守するつもりがないのではないかとの疑いが増している。と2019年4月3日に批判コメントを出しているよ。2020年12月には韓国国籍の石油化学製品運搬船のエルゴーが、北朝鮮船舶との瀬取りを行っていたためマカオ近海で中国海警局に抑留される事件も起きており、その現場を発見し追跡した上で拿捕し、1週間の立ち入り検査などを受けてエルゴーは釈放されたんだ。国連常任安保理事国である中国自ら国連安保理の経済制裁決議に対して露骨に違反を繰り返しており、北朝鮮に食料や原油などを輸出してたい北朝鮮制裁委員会の報告によると、2020年に摘発された中国の制裁違反事例が60件まで上がっているぜ。そんな中国が、韓国の船舶を制裁違反として抑留したというのには寸判ものの話であるが、これはアメリカに対して北朝鮮の隣国である韓国でさえこのような違反をしているのであるから、中国ばかりを責めるなとのメッセージではないかと言われているな。この韓国船舶による制裁違反と韓国政府との間の関連性は明白ではないが、前とした様に韓国側の瀬取りが相次いで発覚していることは、韓国政府の責任論が国際社会で高まっているのは事実だよ。韓国が瀬取り監視に積極的に参加している情報は少なく、数年前の海上自衛隊哨戒機へ韓国海軍駆逐艦が火器管制レーダーを照射した事件の際も、北朝鮮の船舶が傍らにいたことから瀬取りに関与中で自衛隊哨戒機に探られないように、追い払おうとしたのではないかと見る向きもあり、国際社会の中における韓国への信用はどんどん低下しているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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